皆さんこんにちは、ウェルネス後のアリサです。そしてお友達のエリコです。はじめまして。エリコはですね、バンクーバーに住んでてホリスティック栄養士をやられています。この度ですね、ウェルネス後のこのチャンネルとかブログとかでね、いろんな栄養のことをねシェアしてくれます。食事はねすごい大事で、私はねそこまであまり知識が深くないので食事とかね気をつけているんだけど、いつもねエリコに会うたびにエリコにその食事のことを聞いてるんでね、そんなねプロの方からのアドバイスをですね皆さんにシェアできたらいいなと思ってですね、今日は動画に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですねエリコにですね、代謝を上げてそして痩せやすい体を作るのに今日からできる3つのことをね聞いていきたいと思います。よくね質問でねもらえますか。そうですね、私も結構ねもらうんで、ちょっとそれをねプロの人にいろんなね方面からお聞きしたいなと思います。まず1つ目は何ですか。1つ目は水をたくさん飲むことです。私もいつもね水飲むんですけど、このいつもこの 何ミリ、これは500ミリ、500ミリだ、500を持ち歩いていて、結構バンクーバーの人はみんな持ち歩いてるよね、こういう何かしら水のボトルを、うん、なんで水をいっぱい取ることが代謝を上げていくのにつながるんですか。体の 60% は水でできているんですよ。で水は体の中の多くの役割に必要なので、とても大切です。体の 60% は水なので、水をちゃんと取ることで体の全てがちゃんと機能しやすくなるんですよね。そうです。どのくらい水を飲めばいいかは人によっても違うんですけれど、喉が渇いたらもう体が水を欲しているので遅いんです。喉が渇く前にちょこちょこ水を飲まないといけないんですね。なるほどね。私は多分1日に2リットル以上飲んでると思うんですよ。すごい、そんな飲むんだ。でも筋肉量が少ない人とか活量量が少ない人はもう少し少ない量で全然足りますし、逆にもっと動いてる人とか筋肉量の大きい人、体の大きい人はその分もっと水が必要です。水の味が嫌いっていう人たち、いるいるいる、こっちでもいるよね。レモンの絞ったものを入れたり、ちょっとお酢を入れたり、あとミントとか、お酢入れるんだ水に。まずそうだけどそれ逆にダメかもしれないですね。ハーブとか、あと果物、野菜を切って入れてもいいですし、うちの旦那さんはシーソルトを入れてる、ヒマラヤンソルトを水の中にですね、ワークアウトすごいするので水の中にヒマラヤンソルトをさささっと入れて飲んでるけど、それは大丈夫。それはとてもいいですね。とてもいいそうです。フィルターはダメなの。フィルターはいいんですけれど、全てを取ってしまうんですよ。なるほどね。バクテリアとか、ヘビーメタルとか取ってくれるんですけれど、ミネラルも取ってしまう場合が多いんですね。何にもないピュアの状態なんですけれど、もともとお水ってそういうものではないので、海とか川の水、ミネラルがたっぷりなんですよ。なのでそれは体にちゃんと吸収されるんです。でもそうやってフィルターされてるとミネラルが入っていないので体に吸収されづらくなって、飲んでもトイレにすぐ行きたくなってしまったり。なるほどね。するんです。私の友達に水をすごい飲むんだけど、その分すごいトイレに行きたくなるの。でそれっていうのは、じゃあミネラルが、水の中のミネラルを全部取ってしまっているから、体に吸収されてないってことなんだ。その可能性が高いです。なのでそういう時にシーソルトをちょっと入れたりすると体が吸収しやすくなるので。お水を飲むにしてもちゃんとミネラルを残したまま飲む。シーソルトとかお塩、お塩が一番、岩塩とかとミネラルの入ってるお塩、入れるといいです。なるほど。じゃあまず一つ目は水を飲みましょう。
2つ目はタンパク質をしっかり食べることです。タンパク質を取ること、私ちゃんと食事見て今日これでどれがタンパク質かなってちゃんと見てやります。絶対タンパク質は取るようにしています。大切です、うん、切毎食必ずタンパク質が入っているようにするといいです。特に朝は代謝が起きているので、うん、朝ごはんにしっかり卵とか納豆とか、うん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 、お魚とか、うんうんうん、タンパク質を取ってあげると体が元気に動き出します、うんうん、この前の動画にリュウ太郎、プロトレーナーリュウ太郎はですね、卵も取るとすごいね、もう卵はすごいいいタンパク質がいっぱい詰まってるので卵取るといいよとか言ってたんだけど、卵朝食べるのもじゃあいいですね。いいですね。いいですね。他の栄養素に比べてタンパク質を燃やすのに体はもっと力を必要とするんです。なので同じ量のタンパク質と同じ量の脂質とか糖質では体の動き方が全然違うんですね。なので同じ量を食べるんだったらタンパク質を食べた方がカロリーは消費されます。なるほどね、面白い。タンパク質を食べた方がその分体がもう燃焼する力をどんどん使うから代謝もどんどん上がっていくというわけですね。はい、はい、タンパク質は綺麗な肌とか髪の毛、うんうんうん、爪、うんうんうん、あとホルモンとかの材料にもなってるので綺麗な体を保つためにも、うん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 、とても重要な栄養素です。女性の方はタンパク質、卵いっぱい食べましょう。で、卵も龍太郎がね言ってたんだけど、生で食べるよりもちゃんと火を通した方が栄養価がいいんだって。はい、中はちょっと半熟。あ、そうなんだ。それぐらいがいいんだね。ベスト一番です。温泉卵違うな。温泉なんか白身は固まり、白身は固まり、私好きそれ。5分沸騰してるとこに入れて、で5分氷水に入れるとその卵できるよね。そう、氷水に入れてるんですか。氷水に入れるちゃんと手間かけちゃう、ね、そうそうどんだけウケる。そうそうそう、卵のトロトロ、大好き大好き。あともう一つ、うん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 、タンパク質が足りてないと、うんうんうん、体が甘いものを放出するんですよ、うん、なのでこれ皆さん甘いものが止まらない人、うんうんうん、お菓子がやめられない人、うん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 、もしかしたらタンパク質が足りてないのかもしれないです。面白い。ちょっと甘いものね欲してるなっていう人ちょっとねあのチェックしてみるといいかもしれないですね。あのあタンパク質ちゃんと取れてるかなってね。3つ目は筋トレです。筋トレ出た。筋トレはどうしてですか。体の代謝の 70% は基礎代謝なんですね、うんうん、基礎代謝っていうのは体が何もしなくても生命維持のために必要としているエネルギーのことで、筋肉が多いと基礎代謝も上がるんですね、うん、70% のうちの半分以上が筋肉の代謝だと言われてるんですよ。結構大きい数字ですよね、うん、大きい大きい。なので筋トレをして筋肉の量が増えるとその分体が何もしてなくてもエネルギーを消費してくれるんです。いいこと、いいことでしょう。これ基礎代謝上げたら筋肉つけたら基礎代謝も上がるから体何もしなくてもテレビこうやってボーって見てても痩せる体を作れるというねわけです。ということでですね、今日はですねホリスティック栄養士のエリコにですね来てもらって、代謝を良くするために今日からできる3つのこと、1つ目はお水をちゃんと取ること、そしてお水取るときにミネラルをちゃんと入れるように、だからちょっとシーソルトとかを入れると体が吸収しやすくなるよ。お水ばっか飲んでねトイレばっか行っててもねそれ体吸収してないですから、ちゃんとミネラルとかね、もし味が嫌いだったらねフルーツとかハーブとかミントとか入れて飲みましょう。そして2つ目はタンパク質をしっかり取りましょう。同じ量を食べてもですねタンパク質、脂肪、糖質ではね体がタンパク質を一番燃焼するのに体がエネルギーを使うんだったよね。そうですからタンパク質を取ってですね体のエネルギーを使っていきましょう。そして朝一番はですね代謝が下がっているので特にね朝ごはんはタンパク質を取るといいよ。そして3つ目は
筋トレですよ、筋トレ。練習後の動画もいっぱい筋トレがあるし、これからエリコもですねピラティスとかいっぱい載せてくれると思うので、そちらでね筋トレしていって筋肉をつけて代謝の良い体を作っていきましょう。ということで3つ今日からできます。ぜひやってください。やってみてくださいということで今日はエリコさんに来ていただきました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。もしエリコにですね食事のこととか質問があったらですね、インスタグラム、これね下にまた載せておくので、インスタグラム、エリコのインスタフォローしてください。ではではまたね、バイバイ、良い一日を。またね、バイバイ